はい、どうも、こんにちは。沖縄パパです。はい、なんかキノコが入ってますね、キノコが。はい、これは食べられるんでしょうか？ ちょっとね、すごいなと思います。キノコが生え出しました。はい。ですね、皆さんどうもおはようございます。こんにちは。もうおはようじゃないですね。はい、ですね、これね、ウォークインザスピリットさんなんですけど、面白い記事があります。はい、いわゆるね、イギリスですね。はい、イギリスの王室ですね。王室に関するいろんな歴史が書いてあります。はい。まあ、ここのね、まあ、序文には、まあ、イギリスだけではなくね、日本とか、まあ、お隣のシーの国とかね、まあ、シーの国はね、朝が変わるたんびにね、王室も変わってるんで、代々という話ではないんですけどね。あとは、まあ、他のいろいろなね、王室です。はい、それが何と呼ばれているのか。はい。まあね、我々日本も、似たようなことをやっているということですよ。はい。神様の子孫だって言われてるんですよね。一言で言っちゃうと。なわけはないだろうということで。はい。まあ、神の子孫っていうか、レップの子孫じゃないかっていう話なんですけどね。はい。まあ、そういうことでね。今回ね、実は、即の位した人ですね。はい。即位した王様でございます。なんと、別名、はい、別名、グレートなね、偉大なね、はい、リセッターと呼ばれております。はい、グレートな、リセッターでございます。リセッター、はい、わかりますよね、言いたいことね。はい、あっち側、あっち側、そのものでございます、この方。はい、文字通りね、多分ね、グレートなね、リセットするのにね、重要な働きをするんじゃないかと私は考えております。はい。まあね、もうなんだかなって感じなんですけど、そういった中でね、とある王子様はね、もう王室なんかいらないわ、みたいなね、ことを言って、でますしね。あと、ヘンリーちゃんですね、ヘンリーちゃん。ヘンリーちゃんもね、さっさと帰ってしまいましたよね。はい、さっさと。はい、さっさと帰ってしまいましたね、見てね。はい。これには、息子さんのお誕生日が関わってますけどね。まあ、そういうことで、どんどんね、彼らの本性というかね、正体が、いろいろと暴露されてきているということです。はい。ちなみにこのね、ブリテンの王室ですね、は、いわゆるね、ちっちゃいピヨコちゃんたちのね、はい、愛ですね。はい。ちっちゃいピヨコちゃんたちの、愛です。はい。性の愛でございます。はい。蝶に、はい。長に、ごめんなさいね、これ言えないんで、はい、長にのね、性の愛でございます。はい、そういうことの、まあ、噂が絶えませんね。っていうのも、皆さんもご存知の、はい、エプちゃんでございますね、エプちゃん。はい、お察しください、エプちゃんです。エプなんちゃら、なんちゃらです。はい。もう言えないんでね、どうしようもないんですけど。それとの関連性もね、非常に指摘されております。まあ、ろくなことはしないっていうことですよね。ちなみに、日本でもね、例のね、皆さん、記憶に新しいと思うんですけど、うやむやになってしまったね、プティですね、プティのね、いわゆるエンジェルちゃん。はい。プティのエンジェルちゃんの事件にね、名簿に、やんごとなきお方のね、お名前が載っていたというお話もございます。はい。そういうことなんでね、多分世界中のね、この王の質はね、多分そういった、いわゆるね、おっさんたち、ロリコンなんですよ、ロリコン。はい。
そういうことです。はい。で、お子ちゃまとね、そういった関係をするのを楽しみにしているという、まあ、普通の感覚からすれば、変の体です、ただの。はい。ちゃんとそれをね、見極めないといけないということです。はい。そういう人たちをね、未だにね、いいものとして受け止めている人たちの倫理観ってどうなんでしょうかっていうことですね。はい。こちらの記事もぺったんこってしておきますので、どうぞ皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。はい。今日のスイカちゃんも、スイカちゃんね、頑張ってます。はい。はい、大きく育ってくれることを願ってます。はい。もうさつまいもに負けそうですけどね。はい。